もうこんな時間？遅いわね、リン。まさかとは思うけれど、事故や事件に巻き込まれて、なんて、考えすぎよね。あなた。何か。いえ、琴峰さんもいらっしゃったのですね。あ、はい。ご報告すべき儀がありましたので。そうですか。どうかしたのかね。いえ、どうぞお気になさらず。サウンドドラマ、フェイトゼロアンソロジードラマ2、迷わぬ人々。昨日の夜、市内のマンションで子供の遺体が発見されました。死後2日は経過しており、部屋が荒らされていないことから、先日の愉快犯による猟奇殺人が再び行われた模様です。犯人は目下逃走中とのことですが、現在までのところ犯人の痕跡となる証拠は見つかっておらず、捜査は難航しているようです。猟奇殺人犯か。未だ市内に潜伏している可能性はあるが、アサシンに探索させ排除させますか。目に余るほど警察が無能ならば考えもするが、本来それは警察の仕事だ。手を下す必要はない。他には。霊脈の上に建てられた例の市民会館ですが、特に表立ったトラブルもなく、工事は順調のようです。念のためアサシンを配置しますか。いや、今まで通り巡回ルートのままでいい。あの場所が必要となることはまずあるまい。聖杯を招く場所は東坂の邸宅と決まっているのだからね。聖杯を得るのは自分だという絶対の自信がなせる判断か。他のマスターがその施設を利用する可能性を考えれば、不確定要素は全て潰しておくべきなのだが。まあいい、これも私が注意しておけばよいこと。リンたら、本当にどうしたのかしら。こんなことならもっと早く実家へ移るなり、学校を休ませるべきだったかしら。あの人は聖杯戦争を間近に控えて忙しい身だし、使用人にはもう暇を出してしまったから。やっぱり私が迎えに行くしかないわね。何か。妻が外出したようだ。結界に反応があった。アサシンに護衛させますか。いや、近所に出向く程度のことだろう。アサシンには他にやってもらうことがある。どうした。そういえばご息女もまだ戻られていないようですが。リンが。それほど心配するほどのことかね。いつもであれば特に気にかける必要はありませんが、日々の鍛錬を怠らないお嬢様が奥様に一報もなく、定例の時間になってもお戻りにならないというのは、何やらきな臭いですね。何かやむを得ない事態が発生したと言いたいのかね。はい。先ほど妻が気にかけていたのはそれか。ではないかと。先ほどご報告した連続殺人犯が警察の手を逃れている状況では、護衛もなく街中を歩かせるのは軽率かと。もしもの可能性を考えるならば、ご息女のみならず奥様の身にも危険が及ぶ恐れがあります。敵は魔術師のみではないということか。わかった。妻を迎えに行くとする。キレイ、すまないが凛のことは君に任せてよいかね。し
承知しました。私との関係は表向きすでに断絶していることを忘れるな。くれぐれも立ち回りには注意して行動してくれ。リンを発見したらすぐに報告を。は。さて、アサシンの報告ではこの公園とのことだが。うん？リン。誰？あんた。私だよ。変装しているから気がつかないかな。きれい？あんた、じゃなかった。あなたがどうしてこんなところに？ここで私と君が会ったのは偶然だと予想いたまえ。今私と時読み氏は表向き対立している関係なのだからね。わかった。それにしてもその格好、あなた修道服以外に服を持っていたのね。ふーん、随分とおしゃれじゃない。イヤリングしているところなんて初めて見た。めったに袖を通すことはないが、人目を避ける場合にはいつもの格好は目立つのでね。で、リン、その泥だらけの格好はどうしたというのだね。察するにどうやら喧嘩のようだが。髪もぐしゃぐしゃだ。時読み氏が知ったらさぞ嘆かれることだろう。築城たるべき遠坂の娘がそのようなわんぱくぶりを示すとはね。お父様に告げ口する気？理由次第かな。それならちゃんとあるんだから。ほう、どのような？琴音、友達がからかわれてたから、それで笑うな。いや、すまない。だってあいつら人の言うこと聞かないのよ。私の親友に手を出したらただじゃおかないって何度も言ったのに。ってひょっとしてあんた私を探しに？君を探しているのは奥様だ。今は時読み氏と一緒のはずだが。そう。とにかくあんたに迎えに来てもらわなくても私は一人でちゃんと帰れるわよ。そうだろうね。とにかく戻るとしよう。さ、だから一人で帰れるってば。やれやれ、嫌われたものだな。ところでリン、一つ聞いてもいいかな。何よ。その琴音という友達とからかった相手はどうしたね。琴音は先に逃がしたわ。悪ガキどもは倍返ししておいたから、今頃命からがら家へ帰って親に泣きついてるんじゃないかしら。ほう。もちろん魔術抜きよ。本気になるのはやめておきなさい。当たり前よ。私は遠坂の娘だもの。弱き者を助けることはあっても弱い者いじめはしないわ。やれやれ。さて、使い魔の報告だとこの辺りだが、あそこか。葵、こんなところで何をしている？あなた、どうして？あ、いえ、すみません。勝手に外出してしまって。責めているわけではない。綺麗からリンがまだ戻っていないとも聞いた。そのことに関係があるのかね？ええ、その、あの子がいつもの時間に戻らないものですから、心配で。リンは綺麗に探してもらっている。いずれ連絡が来るだろう。申し訳ありません、あなた。いや、君が私たちの手を煩わせまいと一人で飛び出したことぐらいはわかるつもりだ。やれやれ、
何を、どうしたの？時読み氏と連絡がつかない。はあ、何やってんのよ。おそらく敵を警戒してのことだろう。かなり強力な音響の術を使われているようだ。さすがお父様ね。感心している場合ではないのだが。あんたが無能なんじゃないの？普段から警戒を促すつもりで殺人犯の話を出したのだが、少し度が過ぎたようだ。仕方あるまい。アサシン、全力で時読み氏を探索せよ。私が代わりにお父様たちを見つけてあげるわよ。リン、どこへ行く？お父様たちのことだから、きっとこっちよ、こっち。何を根拠に？どうなさったの、あなた？いや、先ほどから何者かがうろついているようだ。気配の遮断をさらに強化することにする。ごめんなさい、私がいるばかりに。気にすることはない。この程度は予想の範囲内だ。はい。さて、いや、しかしまだ何か。私とキレイの関係を悟られたくない。迂闊に連絡は取れないな。アサシンの近くですら認識できないほど完全に気配が立たれるとは。何やってるのよ、キレ。早く来なさい。あなた、琴峰さんと例えば無線機や電話は？キレイからは所持するよう言われてはいたのだが。やはり馴染めませんか。いずれ何らかの手段で連絡が入るだろう。それまでは散策で時間を潰すのも時には悪くない。でも。何も心配はいらない。私がいる。はい、あなた。リン、ここはどこだね。おかしいわね。お母様ならこの辺りに来ると思ったんだけど。やれやれ、素晴らしい探索能力だ。うるさいわね。次行くわよ、キレ。この辺りの建築物はどうにも無粋なものに思えて仕方ないのだが。市では開発計画にのっとって利便性を図っているとか。利便性と同時に有用さも追求すべきだな。どこも画一的ですぐに息が詰まりそうだ。もっと広くゆとりを持った空間配置を心がけるなど、目と神経の双方を楽しませる配慮に欠けている。すまない、このような時に語るべき事柄ではなかったな。いいえ、あなたらしいです。もうどこ行ったのよ、お父様もお母様も。リン、もしやとは思うが、私を連れ回すのが目的かね。ありえないこと言わないでよ。あなた、あれを。ほう、悪くない眺めだ。ええ、綺麗な夕焼け。この町にもまだ誇るべきところはあるということか。ええ、この時間、この場所からあんなに綺麗な夕日が沈む様子を見られるなんて知りませんでした。次はいつ見られるだろうか。あなた、いや、らちもないことを言った。忘れてくれ。次は、
次は凛も一緒にここへ来ましょう。そうだな。疲れた。結局自宅に戻ってしまったか。一体時読み氏たちはどこへ。リン、お母様、お父様。リン、もう心配させて。この子は、お母様、痛いってば。ごめんなさい、遅くなって。キレイ、今までどこで何をしていたのだね。あ、ご息女をお連れしていたのですが、時読み氏はどちらに。いや、街中で視線を感じたのでね、姿を隠していた。ここまで来れば問題ないだろうと術を解いたのだが合点がいきました。どういうことかね。いえ、大したことではありません。無事でよかったわ。はい、お母様も。さてキレイ、我々にはなすべきことがある。行くとしようか。はい。お父様。ん？ごめんなさい、私、リン。はい。今度は一緒に。ん？いや、なんでもない。葵、あとは頼む。はい、あなた。お母様、何のことですか？今度教えてあげるわ。すべて終わった時にね。